アウグスティヌスはぶっちゃけちょっとやばい人です。もう赤ちゃんの頃に私はこうミルクを泣いて要求した。なんて罪深いんだとかって。覚えてねえだろって。中性哲学の最大の人物になっちゃったっていうのが意外とやばい可能性があるっていう <laughs>。ネオコート読みでございます。今回中性哲学解説はアウグスティヌスでございます。 まあ中世哲学って基本的には無視されまくるんですけど、まあ、無視されないとして一番扱われるのがアウグスティンスとトマスの2人ですね。アウグスティンスはもう初期中世の最大の人物でございます。 影響力だけで言ったら、やっぱキリスト教っていうのが深く関わってるので、プラトンやアリストテレスより上ってある意味ではね、もうその後の哲学に影響を与えてるっていう見方もできる。それくらいね、アウグスティヌスの影響力っていうのは凄まじい。なんていうか、今で言うとさ、古代哲学っていうのがやっぱ原点にあって、プラトンアリストテレスっていうのがその後の西洋哲学貫いてるよねって、まあそれはそうなんだけど、でも実際には中世のアウグスティヌスの書いたものっていうのが正しいことだってずっと受け入れられてる。 それ以降、キリスト教の哲学といえばもうほぼアウグスティヌスを原型としてるっていう。じゃあそんなアウグスティヌスのね、もう著作集ってもう35巻ぐらいあるのかな、日本語で。とんでもなく多いんですけど、まあアウグスティヌスの哲学のテーマ、もう2つ、たった2つです。それは、 神について、そして自己についてです。まあ自分自身、魂のことですね。アグスティヌスはですね、なんか初期の著作で、独白録、ソリロキアとかっていう作品があるんですけど、まあそこで理性と喋ってて、お前何知りたいの結局みたいなの。俺の知りたいことって、要するに何みたいに聞かれて、神と魂です。って <laughs> 神と魂と私は知りたいって思います。みたいな感じで。もうそれがね、アグスティヌスの哲学全体を貫いてるって言ってもいいと思います。 で、その神と自己の探求の結果が古代のギリシア哲学の価値観とか考え方っていうのの批判、否定につながっていくんですね。それが面白い。 解説していきますと、まあ、この本にも一番面白いところを書いたんですけれども、アグスティヌスっていうのは古代人の自然に対する見方っていうのを批判したんですよ。哲学は驚きから始まるとか、アリステレス言って、まあ、自然とか宇宙についてこんなにすごいのかって驚いてたわけですね。だから自然哲学っていうのが始まったわけ。だけどアグスティヌスはそういう自然や宇宙へのギリシャ人たちの驚きを薄ってないものだって考えたんですね。なぜか。 アウスティニスにとっては、そんな自然のことよりも、宇宙のことよりも、私自身っていう存在の方が、はるかに深淵で驚くべき存在のはずだって考えたんですね。自然や宇宙よりも私の方が深い。だから古代人の驚きなんてのは表面的だって。何なんだそんなものに驚いてるのかと。もうこれは凄まじい古代での、なんていうか、強烈なアンチーゼというかね、批判だよね。まあ自分自身が最大の関心事なわけです。じゃあ私自身ってなんだっていうふうに考えると、結局、 まあ結論だけ言うと、私はどうしようもないダメ人間ですっていうのが、はい、<laughs> 結論だ<で>。<laughs> って言うと、いや、それの方がどう考えても自然や宇宙に薄っぺらいだろうって話しにしかならないんだけど、<laughs> まあまあ、詳細はこちらってことで <laughs> 勘弁していただいて、まあ、パウロみたいなこと言ってるわけです。要するに、無力だ。自分自身では救えない。自由意志っていうのは無力だ。感じで言ってるわけです。アグスティンスん代表さん。 告白っていうか、長い自伝的なね、作品があるんですけど、まあ幼い頃から始まって青年になってね、キリスト教信仰に目覚めるまでの、まあアグスティンスの反省が振り返られてるんですね。言葉と体とか、意志と欲望とか、霊と肉っての間で、私は引き下がれていた、みたいなことをずっと言ってるんですね。もう赤ちゃんの頃に私はこうミルクを泣いて要求した。なんて罪深いんだ、とかって。まあ覚えてねえだろ、みたいな。<laughs> そ <laughs> んな感じのことを言ってんの <laughs> やばいんですよ、この人。アウグスティンスはぶっちゃけ、ちょっとやばい人です。<laughs> そうやって考えると、ちょっと面白くなってくるんで、そうやって考えることをお勧めします。結構やばいですね。アウグスティンスみたいなやつが、こう、中世哲学の最大の人物になっちゃったっていうのが、意外とやばい可能性があるっていう。<laughs> まあ、それはいいとして、自由意志と自己とか、魂と、神と論じるにあたって、意思っていうものを論じたんですけれども、 アグスティンスっていうのは感情や欲求とかっていうのは全部私のものっていう風に認める。これ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、例えば、ソワハっていうのは意思以外は自分のものじゃないって言ってた。これは感情とか欲求とかっていうのもそれだけで自分のものじゃないんです。感情や欲求っていうのはこうパトスなの。自分が受けてる作用、作用を受け取ってんのね。パトスって。その受け取っ だってことはその自分自身が意思して作り上げてるもの。自分自身が意思して行っている感情を生み出してるじゃなくて、感情ってのはもう生み出されるもの。感情に作用を受けるってこと。意見がわかりますかね同じこと言ってるんですけど。だから、アパテイアってあるでしょストア派の。無感動とか不動心とかって訳されるやつなんですけど、それは、あ、アってのは否定。無ってことですね。パテイアってのはパトスのこと。無感情。作用を受けないってことなんですよ。無作用。無受動。受動なんですよ。パトスってのは。 だから、受動している状態がないっていうのがアパテイリア、ストア派の理想の境地って言われてるんです。一切の受動的な状態を免れているってその感情とか欲求っていうのをいろいろ受け取るんだけど、主者選択するんですね。この感情、この欲求は私は受け入れよう。この欲求は、この感情は受け入れない。 っていう風に、完全に自分のその受動的な側面を一切なくして、完全に自分の支配下に置く。それが意志なんですね。感情や欲求っていうのは、それだけでは自分のものじゃない。これがストア派なんだけど、アウグスティヌスは、いや、もう一旦それも、パトスもすいませんけど、自分のものにしましょう。<laughs> 言ったんですね。で、あとは、どの感情や欲求を適切なものとして選択して、適切なものとして退りけるのかっていう、その選択能力を意思ってするのは、ストア派とまあ似てるんだけど、まず一旦自分のものとして認めるっていうのは違うんですね。 で、適切なものを選択して、不適切なものを受け入れないようにしましょう。え、じゃあ、何が適切なものなんですかって言うと、神を求めることが正しい意志、正しい選択ですっていう風になるんですね。神以外の地上のものを求めるのが適切な選択。誤った意志だ考える。こういう感じでアウグスティンスは自由意志を論じる。結局その自由意志においては、適切なものは選べないって言うんですよ。<laughs> ここもストア派と全然違うし、面白いね。<laughs> 結構似てるんだけど、根本的なところで自分は正しい選択ができないっていうのがアグステンスにあるんですね。それが自由意志の否定っていうこと。パウロのところで説明した神の恩恵によってでなければ決して救われないっていうのと同じように神の恩恵によってでなければ私は正しい選択ができない。正しい行いなんかできない。まあそうやって言ってるわけですね。それを言うためにそのいろんな子供の頃からね、私はミルクを要求した罪深いとかっていうのと多分繋がってるって。 <laughs> もうすごいなこいつって感じなんですけど、神を求めるのが正しいし、神以外の地上のもとを求めるのが誤っていしっていうのがすごい重要な対比で、これが結構中世哲学を貫いていく善悪の基準、性不正の基準になってく これはすごい大事です。それが、弁信論っていうこと。神を弁護する思想ですね。神の前世と世界の悪の存在っていうのを調和させようとする試みっていうのが弁信論なんですけど、まあ、アウグスティヌスの哲学っていうのは、医師の哲学とかも全部吹きくるめて、弁信論っていう点でも重要なんですね。こういうところから、アウグスティヌスの思想っていうのは、当時のカトリック教会に正当な教義と認められて、中世以降の哲学の基本的な前提となった。 全体としては神と私自身っていうのがテーマで、まあ面白い論点としては意志、自由意志っていうのがあるよということですね。それで、その善悪の基準が神を求めること、それとも地上を求めること。こういうふうに善悪の基準が決まっていったところが重要ですね。まあ本書の中でもね、アウスティンス解説っていうのは結構評判がいいんですね。こりゃ面白いねと。 <laughs> いう感じで、一度読んだら絶対に忘れないってタイトル名じゃないですか。これはもちろんね、本文全部覚えてる忘れないなんてことは絶対無理なわけですよね、当然。俺だって忘れてん <laughs> だけど、この中で何が一番忘れられないか、誰のこう解説が一番インパクトあったかって言って、<laughs> アウグスティンスに一票入ったんですね。<laughs> <laughs> こりゃすげえな、みたいな感じで面白えって感じで。<laughs> そんな感じなんで、よかったらぜひ、この本文のアウグスティヌスもですね、お持ちの方は改めて読んでみていただけると嬉しいです。ということで、今回アウグスティヌスの解説でした。ご視聴ありがとうございました。次回は、アンセルムスっていう人ですね。ご頻用さたら。